から、何回上を電圧したら 90% になるかっていうのを確かめる試験でございます。2なので 90% いってませんのでもう一回やります。97%、94%と97%。90% は達成できるような方法を提案したいと考えております。現在下水道協会の方で、耐震指針の改定委員会が行われております。その中で、この締め固め方法についても、見直しが図られておりますので、その中に反映できるところを反映していきたいというふうに考えております。